心配すんな、ゼオラ。そう簡単に死ぬ気はねえ。それに俺、あの約束以外にも守らなきゃならないものがあるしな。何カッコつけてんのよ。落ちこぼれのあなたが自分の命と私との約束以外に何を守るっていうの？そんな言い方ねえだろ。じゃあ守るものって何よ。言ってみなさいよ。そんなのここで口に出して言えるかよ。いいなあ。俺まだ実機を見てねえんだ。ああ早く本物に触って写真撮りてえ。あらら、相変わらずのメカフェチっぷりで。でもブリット君は三色よりクスハちゃんに会いたいのよね。そんなことありません。無理しちゃって。寂しいならお姉さんが一肌脱いでもよろしくってよ。結構です。うん、しっぱりなんだから。目覚めでかい。いや、どこ見てるの。ここ鋼の医務室よ。そうか、俺助かったのか。そりゃラッキー。敵の船じゃねえか。おお、すげえな。黒金には食材がたくさんあるの。レイチェルさんのおかげでね。うん、うめえ。なんだろうこの感じ、胸がモヤモヤする。はい、大サービスで特盛りよ。太っ腹じゃんぜ。ほら、へえ、太いのは足だけだ。どう、これでも太いっていうの。クマさんパンツ。